府民の森日吉は、京都府南端市日吉町天和下にある県民の森である。ネーミングライツの売却により、2013年12月1日から愛称をスチールの森京都としている。日吉ダムによる地域振興を目的にした日吉ダム周辺整備計画により整備され、2000年4月に開業した。128ヘクタールの敷地内に広場や散策路、 宿泊施設と資料館、体験施設がある。また、日吉町郷土資料館も、同式地内に立地している。運営管理者は、株式会社設計計北。2016年3月25日に指定された、京都丹波高原国定公園の普通地域に、包括され、国定公園化を記念して、第40回全国育樹祭が2016年10月9日に、 府民の森日吉において開催される。また、敷地内には、ドッグランがある。ドイツのチェーンソーメーカー、アンドレアス・スチールの日本法人である、株式会社スチールにネーミングライツを売却し、2013年12月1日から、スチールの森京都の愛称で運営している。その後、同市日吉町内の日吉大橋を右手案内板に従い右折、下が優設。 ネーミングライツについてスチールの森京都府民の森日吉ネーミングライツパートナーの決定についてありがとうございます。